2023年10月9日、太平洋沿岸で津波が観測された鳥島近海を震源とする異常地震。そして今年前半に連続した震度6以上の地震。2023年は奇妙な地震が頻発しています。さらに日本だけでなく、アフガニスタンやモロッコ、トルコ、シリアなど世界規模で巨大地震の被害が止まりません。科学的に地球は地震の活動期に入ったとする学者も多い中、預言者や占星術師たちも口を揃えて巨大地震の警告を発しています。2023年、ついに大災害がやってきてしまうのでしょうか。10月9日の午前5時25分ごろ、太平洋沿岸で津波が観測された伊豆諸島の鳥島近海を震源とする異常地震。今なお地震の規模や詳しい震源などは分かっていません。気象庁は地震の波形が特殊なため解析に時間がかかるとした上で、引き続き鳥島近海の地震活動に注意を呼びかけています。東京伊豆諸島の鳥島近海を震源とするこの地震では、伊豆諸島の八丈島で60センチ、神津島と三宅島で50センチの津波を観測したほか、小笠原諸島や千葉県、高知県、宮崎県、鹿児島県でも40センチから10センチを観測しました。通常津波が起きる場合にはマグニチュード6程度の地震が起きるはずですが、震度1以上の揺れは観測されませんでした。地震が起きると小さな縦揺れの後に大きな横揺れが続きますが、今回の地震はそれらの波形がはっきりしないということで、こうしたケースは特殊だとしています。周囲に観測点が少ないことや、その前に起きた別の地震のデータが混在したこともあり、解析には時間がかかるということ。アメリカの地質調査所の分析は、この地震はマグニチュード 4.9 程度で津波を起こす規模でなかったにもかかわらず、実際に津波が起きているのが不可解だとし、原因が火山噴火なのか地震なのかわからないとしています。東京大学地震研究所の佐竹健二教授も、通常の地震と異なり何か特殊なことが起きている可能性があると指摘。規模の小さな地震でも津波が起きた要因は、地下でマグマの移動で大きな地殻変動が起きたり、地滑りが起きたりした可能性が考えられると語りました。政策シンクタンクの経済産業研究所は、2021年伊豆半島周辺が地震の多発地帯であることを挙げ、有力な震源地になるのではないかとする予測を発表。実際に2014年5月に伊豆大島近海でマグニチュード 6.2、 最大震度5弱、2006年4月には伊豆半島東方沖でマグニチュード 5.8、 最大震度5弱と比較的大きな地震が起きています。1978年にはマグニチュード 7.0、 最大震度5の伊豆半島近海地震により、死者・行方不明者26人の大きな被害が生じています。1923年の関東大震災の震源地も伊豆半島周辺であるとの説が有力。地震発生直後に横浜や鎌倉に津波が押し寄せてきたという記録が残っています。埼玉大学の角田文雄名誉教授は、東日本大震災以降、日本列島は10年ぶりに地震の活発期に入った可能性があると警戒しています。地震調査研究推進本部地震調査委員会によると、マグニチュードが8から9クラスの最大レベルの地震が30年以内に約 70% から 80% の確率で発生すると予測されています。来る X デーはいつなのでしょうか。インドの天才予言者アビニャーナンド氏、今年3月に自身の YouTube チャンネルで地震についての予言を発表しました。アナンド氏は10歳の時に大学に入学。インドの戦術、ベーダ、自然科学や天文学、経済学など様々な学問を研究し、天文学、占星術でトップの成績を収める秀才です。パンデミックを的中させたことで予言者として世界的な知名度を誇っています。日本の地震についての予言も的中しているアナンド氏は、2021年、複数の惑星が直列配置することから2月10日ごろ災害が起きると語っており、これは2月13日に発生した福島、宮城の震度6強の地震を予言していたのではないかと話題になりました。そんなアナンド氏は、2023年の11月までの間に厄災が起こる強度が増している。10月は非常に災害が発生する可能性が高く、特に10月28日から30日の間が危ないと警告を発しています。日本のみならず世界各地で地震が頻発している昨今、彼の予言は現実味を帯びたものになってきています。特に懸念されるのは南海トラフ地震、首都直下型地震など大規模な地震の発生です。9月9日午前2時37分ごろ、トカラ列島近海を震源とする地震が発生し、約28時間後の9日午前6時30分ごろまでに計150回以上もの地震が起こりました。これまでにも群発地震がよく発生している震源域ではありますが、トカラ列島を含む南西諸島には南海トラフに関連するフィリピン海プレートが沈み込んでいるため、巨大地震との関連も囁かれています。
2023年の地震は半年間で月平均約180回、震度5以上は9回発生しています。震度5弱以上の6回は熊本地震が起きた2016年4月以来の多さとなります。特に5月は404回と突出して回数が多くなっており、震度5弱以上の地震は計6回と大きな地震が頻発していたことがわかります。5月5日に発生した石川県能登半島沖の地震は北西南東方向に圧力軸を持つ逆断層型で地殻内で発生したとみられています。能登地方では2018年頃から地震が増え、2020年12月からは地震活動がさらに活発になっていることが分かっています。日本が全体的に地震の活動期に入ったとみられている昨今、近い将来に発生する可能性が高い南海トラフ地震について、巨大地震の発生から1週間以内にさらに別の巨大地震が発生する確率はなんと平時の約100から3600倍になることが東北大学、京都大学、東京大学の研究チームの試算で明らかになっています。研究チームは南海トラフ地域は世界の他地域と比べて巨大地震の連続発生確率が大きい可能性があることを示せたとしました。南海トラフ地震は駿河湾から日向灘沖にかけて陸プレートの下に沈み込むフィリピン海プレートの境界を震源域として発生する海溝型地震、過去100から150年程度の間隔で繰り返し大規模な地震が発生しています。震度7の激しい揺れと30メートルを超える巨大津波が沿岸部を襲い、最悪の場合死者は32万人を超えると想定されています。また日本全土の広い範囲で都市機能が麻痺し、経済的被害も最大でおよそ214兆円に上ると試算されています。前回の南海トラフ地震、1944年の昭和東南海地震、1946年の昭和南海地震からすでに80年近くが経過しており、国は今後30年以内の発生確率を 70から80% と予測しています。南海トラフで特に気をつけなければならないのが半割れという事例です。南海トラフ地震には一度の揺れでは終わらないケースがあるのです。実際過去には紀伊半島沖を境に東側と西側で時間差で大規模地震が起きる半割れや一部割れという事例が確認されています。半割れは南海トラフ想定震源域の片方でマグニチュード8以上の地震が発生するケースのこと。その際も片方でも連動して地震が起きる恐れが高いため、巨大地震警戒というキーワード付きの臨時情報を出し、津波からの避難が間に合わないと想定されている地域に1週間の事前避難を求めます。その際に出されるのが2019年5月から取り組みが始まった南海トラフ地震臨時情報です。聞きなじみのない言葉ですが、いよいよとなった時私たちの助けになる情報です。想定震源域内のプレート境界においてマグニチュード 6.8 以上の地震等の異常な現象を観測した後、5から30分後に南海トラフ地震臨時情報調査中が気象庁から発表され、その後南海トラフ沿いの地震に関する評価検討会の臨時会合における調査結果を受けて詳しい臨時情報が発表されます。そしてもちろん半割れだけではなく、震源域全体が一発で揺れる全割れの地震の際は直ちに命を守る行動に移らなければいけません。当然被害は甚大で、直近の全割れ南海トラフ地震である1707年の宝永地震では約50日後に富士山が噴火し、関東の広範囲に火山灰が降り注ぎました。2023年12月15日17時15分、東京湾北部を震源とするマグニチュード 7.9 の直下型地震が発生。そしてその30分後に房総沖を震源とするマグニチュード 8.2 のプレート型地震が関東一帯を襲う。東京湾に10メートル超の大津波が押し寄せ、荒川の堤防は決壊。高速道路では大規模な車両火災が発生、それが木造の民家に燃え移って延焼。作家で軍事評論家の柘植久義氏が2015年に上司した東京大地震2023、柘植氏は災害やテロに対しいかに生き延びるかといったノウハウ本も数多く執筆し、 9.11 テロ事件を予測していた人物としても知られています。現在今年12月15日に大地震が起こるのではという言説がまことしやかに囁かれていますが、その元ネタと思われます。過剰に不安になる必要はありませんが、災害はいつ起こるか分かりません。今日がその日かもしれないということを忘れずに。国土地理院によると、現在日本には2000以上の活断層が見つかっています。南海トラフ巨大地震の前後に活断層による内陸型地震が多くなるという見方もあります。地震大国日本には残念ながら安全地帯と呼べる場所はありません。自然災害は突然発生するということを肝に銘じ、備えを進めていきましょう。あなたはどう考えますか？